フランシス・コーツによる肖像画1768年作、ウスター美術館所蔵を。第6代、クレーベン男爵、ウィリアム・クレーベンは、イギリスの政治家、貴族、ホイック等所属。ジョン・クレーベンとメアリー・ヒックスの息子として、1738年9月11日に生まれ、同日に洗礼を受けた。1756年10月20日。 オックスフォード大学ベリーオールカレッジに入学した。その後、オールソールズカレッジで BA, MA, D, C, L の学位を習得した。1769年3月17日にオジ・ウィリアムが死去するとクレーベン男爵の爵位を継承した。1786年から1791年に死去するまでバークシャー党官を務めた。 1791年9月27日に、ローザンヌで死去、ビンギィで埋葬された。ザ・ロイヤル・レジスターは、野党にいるのは今日なのか、夫人なのか、とクレーベンが政治において、妻に支配されていると揶揄した。1767年5月30日、エリザベス・バークリーと結婚、三男四女も設けた。クレーベン男爵夫婦は1780年に別居し、 エリザベスはアンスバッハに移住した。そのためか、エリザベスはクレーベン男爵の死後1ヶ月にも満とない1791年10月13日にリスボンでブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、カール・アレクサンダーと再婚した。ありがとうございます。